おかげさまで。予選はすぐに始まるらしいわよ。移動しましょう。はあ。シュピーゲル、あなたも BOB に参加するの？いや、僕なんかじゃ予選すら通過できないよ。僕ではね。ねえ、アサラサ。あ、いや、シノン。君は誰よりも強い。だから、BOB でも絶対に優勝するよ。相変わらずの課題評価ね。でも期待には添えないわ。私の目的は優勝ではないもの。え？デスガンとかいうプレイヤーを知ってる？奇妙なことをやって一部で噂になっているみたいだけど。ああ、もちろん。シノンも知っているんだ。結構な評判だろう。偉そうな奴らに制裁を加えているんだ。おかげでデマを流した奴も消えたし、スカッとしたよ。私のターゲットはそいつよ。え？なんでだよ。シノンとは何も関係ないじゃないか。仲間のため、そして自分のためなの。待ってくれシノン。あのクールでかっこよかった君はどこに行った？仲間のため？バカらしい。君はもっと孤高であるべきだ。シノン、君は特別で。私は強くなる。違う。君は聞いて。私は普通の弱い人間。それはキリトやアスナたち、仲間が支えてくれているから。私の過去も受け入れてくれたから。君のことなら僕だって知っているさ。誰よりもずっと。やめて。どいて、予選が始まるわ。あいつをさあ、行きましょう。うん。他の人が入ってこれないようにロック。え、いや、 BOB 予選もちろん装備。部屋の隅で見ないように。シノン、ちょっと待って。俺キリト。嘘。シノンさん、いや、シノン様。まったく。これは男のアバター。ついでに言うと名前は聞こ。それよりもな、シノンはかなり名前が売れて。問題ないわ。せめて理由を。さっき聞いていたじゃない。なぜデスガンが本当に。さ、それだけよ。デスガンの本当の名前。それに俺は大学。ええ、アパートだったら直す。了解。でも戦わなければいけない時。もう準備はいい？それ、そういえばシュピーゲルは BO。 ええ、そう言っていたわ。なんか様子がおかっ。そうね、 GGO にはだいぶハマっていたみたいね。シュピーゲルはシノンのリアルの友人。彼は11歳の時、シノン、浅田シノが無我夢中のことだったろうし。そういえば SAO でシノンと出会ったのも、もともとはその PTSD の治療のためだったんだよな。リアルでは銃の写真を見ただけで具合が悪くなるトラウマを克服するため、まさかそのせいで強制的に SAO にログインさせられて、一時的にとはいえ記憶を失うとは思ってもみなかっただろうけど。
どうしたの？顔がこわばっているわよ。まさか緊張しているわけじゃないでしょ。いや、大丈夫。何でもないよ。ねえ、だけど深く理由は聞かずに賛成してくれたことにはすごく感謝してる。これでも銃のトラウマを克服するための一大決心だったんだけど、ログインしてみたら不思議よね。リアルじゃ銃の写真を見るだけで吐き気が起きるのに、多分シノンであることが理由なのかもしれない。それにみんながいつも支えてくれているから。でもいつまでも甘えたままではいられない。今回の件で私は自分の過去に決着をつけるつもり。